皆さんどうもこんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は何の失踪事件を解説するの？今回は、エンタ広大さん、行方不明事件を解説したいと思う。今回も謎が深そうな事件だね。それでは魔理沙解説よろしく頼むわ。了解だ。早速なんだけど、行方不明ということは、未だにエンタさんは見つかっていないんだね。そうなんだ。この事件は、2013年3月に当時22歳だったエンタ広大さんが、出張先の岩手県で失踪した事件なんだぜ。そしてこの事件は、失踪前の行動が話題になっているんだ。失踪前の行動？詳しく解説頼むよ。わかったぜ。行方不明になったのは、当時東京都大田区に住んでいた、エンタ広大さんだ。その時は仕事の出張で岩手県にいたってことね。そうなんだ。2013年3月7日に、出張のために岩手県盛岡市に滞在していたんだ。出張先で行方不明ってどういうことかしら？エンタ広大さんは仕事を終えて、帰りの新幹線に乗るために改札口に向かったんだ。なるほど。ここまで習いたって普通の行動だね。それが少し変なんだ。変？実は改札機が通らなかったんだ。じゃあ、エンタさんは改札口を通れなかったんだね。でも、駅員さんを呼べば済む話じゃない？普通はそうするよな。しかしエンタさんは違ったんだ。っていうのも、駅員さんを呼んで改札を通してもらわず、そのまま後ずさったみたいなんだぜ。それは変すぎない？ちなみに周囲の人の証言によると、その時のエンタさんは、清々しい表情をしていたそうなんだ。清々しい表情っておかしいわ。だって普通焦りや困ったような表情になるはずよね。そうだよな。しかもその後、エンタさんは多目的トイレに行き、30分ほど出てこなかったらしいぜ。30分は長すぎるわね。トイレで一体何をしていたのかしら。それがわかればいいんだけどな。その後トイレから出てきたエンタさんは、新幹線の改札口には向かわなかったんだ。じゃあ一体どこに向かったの？なぜかエンタさんはタクシー乗り場へ歩いて向かったんだ。タクシー乗り場？一体どこに向かおうとしてるの？これがエンタさんの最後の姿になってしまい、そのまま行方不明になって未だに見つかってないんだ。一体何が起こったのかしら。おかしなことがいくつも重なっているわね。しかも、乗ろうとしていた新幹線は、最終の新幹線だったみたいなんだ。最終の新幹線なら、その新幹線に乗れなかったらその日はもう東京へ帰れないよね。私ならすぐに駅員さんに相談するよね。不思議すぎる。ここでエンタさんのプロフィールを詳しく見ることにするぜ。エンタ広大さん失踪時当時22歳。171センチ 55kg。失踪日時は2013年、平成25年3月7日午後8時頃。そして失踪場所は JR 盛岡駅、医療機器エンジニアの会社員。失踪時の服装は上下スーツだったそうだ。何も事件に巻き込まれそうな人ではないと思うけどね。その後エンタさんはどうなったの？じゃあこの後の真相など、調査で分かったことを整理していくぜ。まず警察の捜査によって、いくつものエンタさんの持ち物が発見されたんだ。具体的にはどういったものなの？まず岩手県の中央部を流れる、北上川の川沿いから、エンタさんの持っていたビジネスバッグが発見されたんだ。それは重要な手がかりじゃない？バッグの中の財布などの貴重品はあった？もしなかったら事件に巻き込まれている可能性あるわね。それがカバンの中には身分証や現金が入っていたそうだぜ。もし襲われていたとしたら、現金を奪われることが多いから襲われた可能性は低いわね。川沿いなら転落した可能性があったんじゃない？霊夢の言う通り、川に転落した可能性があるため、北上川沿いの捜査が行われたんだ。しかし、エンタさんに繋がるものは発見されなかったんだぜ。川沿いにビジネスバッグが落ちていたということは、川沿いを歩いていて落としてしまった可能性もあるよね。その可能性もあるけど、あえて投げ捨てた可能性もあるんだ。それに、エンタさんじゃない何者かが放置した可能性もある。ってことは、手がかりになるものは何も見つからなかったってことだよね。謎は深まるばかりだね。そしてその4ヶ月後、新たにエンタさんに関する手がかりが見つかったんだ。なんだろう？盛岡駅付近のビルの屋根の上で携帯電話が見つかったんだ。携帯電話なら何か情報がつかめそうだね。それが、過去1ヶ月の通話履歴は削除されていたんだぜ。どうして削除したのかな？また、携帯電話の検索履歴から失踪当日に、岩木山聖火盛岡と地図検索をしていたことがわかったんだ。どういうところなの？聖火盛岡というのは、岩手市内の中華料理店なんだ。大和中華料理店、どういう意図があったのかしら。ちなみに岩木山とは山のことだよね？ああ、この岩木山は青森県にある山のことなんだぜ。そしてこの岩木山は、日本百名山に指定されており、青森県内で一番高い山なんだぜ。あ、思い出した。
美しい山として知られているんだよね。そうなんだ。しかし、岩手山という山もあるんだぜ。これらのことから、岩手山について調べるつもりのエンタさんが、勘違いして、二つの山を混同していた可能性が考えられているんだ。つまり、盛岡にある岩手山を検索するつもりが、実際には、岩木山と検索していた可能性があるということね。そういうことだ。そして携帯電話を発見後、高台さんのものと思われるものは見つかっていないんだ。エンタさんに関する手がかりはほぼないということだね。残念なことに。そしてエンタさんは失踪当日、職場が同じだった同僚に明日も仕事があるので、東京に帰ると話していたそうなんだ。日帰り出張は精神的に来てたのかしら。エンタさんの当日の行動も不可解なこと多いし。全体的に見て、霊夢はどう思った？入社1年目で仕事にまだ慣れていない段階で、岩手まで日帰り出張をするってなかなかハードよね。付き添い一人いてもおかしくないと思うのだけど。そして同僚に、明日仕事があると言っていたことから、心身ともに疲れていたんじゃないかと感じたわ。私も同じことを思ったわ。じゃあ、改めて事件当日のエンタさんの動きを何があったのかもう一度考えてみよう。ええ、わかったわ。一つ目の不可解な点は、改札機でのトラブルだ。エンタさんは失踪当日、日帰り出張を終え、最終の新幹線に乗ろうと新幹線改札口まで行った。だけど、改札機が開かず通ることができなかったのよね。ああ、そうだ。一般的に考えると、改札を通れなかったら、困った表情になるよな。そうよね。しかも最終の電車だから、その電車に乗れなかったらもうその日は東京に帰ることもできないし。そうだな。しかし、エンタさんは、すがすがしい表情をしていたという目撃証言があるんだ。でも最終の新幹線になるほどの仕事を終え、帰ろうとしたら帰れないって、一気に何もかもどうでもよくなる気持ちわかる気がするわ。それほど切羽詰まっていたのかも。すがすがしい表情ではなくて、諦めた表情だったのかもしれないな。確かに、すべてを投げ出したくなったのかもしれないね。目撃証言なら、人によって解釈も違うだろうし、その可能性は十分考えられるわね。二つ目の不可解な点は、トイレにこもっていたことだ。人気のない多目的トイレに30分間くらいこもっていたんだよね。そうだ。用を足すだけじゃ時間的におかしいし、何か考え事や調べ物をしていた可能性があるな。この先どうしようかと携帯電話で行き先を探していたか、一人で考える時間が欲しかったのかもしれないよね。ああ。そして最悪の状況を考えて、最後の場所として岩手さんもしくは岩木さんと人気のない場所を探していたのかもしれないな。もしそうだったとしたら山を選ぶのは自然だわ。確か、その後タクシー乗り場に向かっていたわよね。そうなんだ。でもタクシーに乗った形跡はなかったんだ。タクシーに乗っていたら、何かしら情報が残っているはずだが、全く残っていないんだ。それはおかしいわね。じゃあタクシーには乗ってないのかもしれないわね。そして三つ目の不可解な点は、エンタさんの発見されたビジネスバッグについてだ。確か、身分証や貴重品が入ったビジネスバッグが、川に放置されていたんだよね。そうなんだ。もし事件に巻き込まれていたら、現金が残されているのは不自然だよな。その点を考えると、エンタさん自身がバッグを捨てたのかしら。身分証明書が入っていたみたいだし、もしそうだったとしたら家に帰る気がなかったのかも。それはありえるな。最後の不審な点は、残された携帯電話だ。ビジネスバッグが見つかったのは、北上川付近だったよね。もし自ら消息を絶とうとしていたなら、同時に携帯電話も捨てるはず。ああ、そう思うよな。しかし、携帯電話だけビルの屋上にあったんだ。誰かと連絡を取っていたら、そのような証言があるはずだが残っていないんだ。それじゃ、何のために携帯電話を持ち歩いていたんだろう。財布を捨てたら、何も買えないし、どこにも行けないよね。でも川に捨てたのがいつかわからないからどのタイミングで財布がなかったか謎なんだ。これらを踏まえて霊夢はどう思う？そうだな。私は自ら消息を絶ったか、何者かに襲われたのではないかと思ったよ。だけど襲われた可能性は低いと思うな。私も霊夢と同じだ。もし襲われていたとなると現金は奪うだろうし。川付近とはいえど、盛岡駅に近い場所だし、人通りも多く、襲われた可能性は低いと思うぜ。そうなると、やっぱり自ら消息を絶った可能性が大きいね。ああ、そうだな。改札での表情は、すべてに諦めた表情だったんじゃない。そして、トイレにこもったのは、今後どうするか考えていた。ビジネスバッグを捨てたのは、何もかもどうでもよくなって、諦めがついたんじゃないのかな。これらを考えると、自ら命を絶ったのは不自然じゃないよな。でも携帯電話はやっぱり謎よね。そうね。でもさすがに無知の地域に来たのなら、携帯電話の地図を使っていた可能性もあるよな。
そして、行き先が見つかって、破棄したのか。自ら命を絶つつもりなら、その可能性は十分あるな。すべてに諦めをつけて自らの荷物を捨てたのかもしれない。でもそうするとビルの上にあった携帯電話は本当に謎だよね。まず何のためにビルの屋上に登った目的もわからないし。この事件は未だに謎が多く残っている事件なんだ。ここまで見てきて、霊夢はどう思った？私はやっぱり自ら消息を絶った可能性が高いと思うわ。だけど、いくつもの不可解な点や、目撃情報の少なさから、事件に巻き込まれた可能性がないとは言えないな。やはり多忙な仕事で、ストレスを感じて、自ら消息を絶ったんじゃないかなと思う。何はともあれ、エンタさんが命を落とすことなく、生きてることを願うわ。本当にその通りだね。だな。それでは今回はここで終わりだ。視聴者さんはこのエンタさんの失踪についてどう思ってますか？ぜひコメント欄で感想を教えてくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。皆さんどうもこんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、数ある悲劇の中で動機が印象的な悲劇ってある？どれも印象的だから一つに決めるのは難しいな。逆に動機がわからないなんてどうだ？逆できたわね。どんな内容なの？2019年、奈良県橿原市のアパートで山岡直樹さんという方が亡くなった。本件の被害者は山岡直樹さんで加害者が竹株衆だが、本件にはいくつかの謎があるとされているんだぜ。よし。じゃあ今日は悲劇についていろいろ迫っていくぜ。解説の方よろしく頼むわ。では悲劇の概要について解説していくぜ。2019年11月25日の早朝、奈良県橿原市英和町にあるアパートの2階が焼けて、火元の部屋から男性1人の体が見つかったんだ。住人の火の消し忘れによる火災事故かしら？いや、警察が調べたところ、どうやら発見された体はその部屋の住人ではなかったようなんだ。え？じゃあ亡くなった人は一体誰なの？亡くなったのは山岡直樹さん、職業は派遣社員で、当時28歳だ。山岡さんはそこに住んでる人の友達なのかな？っていうかそこの住人はどうしたの？そこに住んでいたのは、会社員竹株衆、当時20歳だった。事件後、竹株の行方はわからなくなっており、警察は竹株が何らかの事情を知っていると睨み捜索を進めたぜ。すると、事件後に福岡市内にあるインターネットカフェで、山岡直樹さんの運転免許証を提示して会員証が作られていたことがわかったんだぜ。その人物は竹株衆？ああ、この竹株衆と見られる男性は、11月下旬から12月にかけて福岡市内のインターネットカフェを利用した形跡があることがわかっているぜ。山岡さんと竹株はどんな関係なの？二人の接点は見当たらないとして捜査されており、現時点も詳しい関係性についてわかっていないぜ。無差別に命を狙った線が濃厚なんだね。警察は竹株が関わっていることは間違いないと見てを捜索を進めたが、12月15日、竹株は奈良の警察署へ自ら出頭したんだぜ。自分から出頭したんだ。竹株が犯人で間違いなさそうだけど、なぜこのような悲劇を起こしたのかしら？では続いて本件に至った経緯や犯行動機などについて見ていくぜ。竹株は悲劇前日の11月24日にホームセンターでナタと刺身包丁と給油ポンプ、滑り止めのついた手袋を購入しているんだ。足取りはカーナビの GPS の記録を中心に特定されており、現場近くの公園にある防犯カメラでは竹株らしき男がうろついているのが複数回映っていて、しかも犯行推定時刻に車は止まっていたんだぜ。計画的な犯行だったっぽいね。竹株は2019年11月24日の夜、遅くとも午後10時37分までの間に桜井市の路上で山岡さんを背後からナタで襲い、竹株は重傷の山岡さんを車で自宅に運んだんだ。その現場路上には山岡さんのメガネと血痕が、竹株の車には、ブルーシート、給油ポンプ、これらの商品名が載ったレシートが残されていて、ドアノブには山岡さんの血液で竹株の指紋が付着していたんだ。そして何より、リアバンパーを覆うような、血痕と呼ぶにはあからさますぎる量の血が付着していて、これも山岡さんの DNA と合致している。マスクについた血も山岡さんのものであったぜ。隠蔽する綺麗だね。山岡さんを自宅に入れた竹株は、山岡さんがすでに息絶えていると勘違いし、トイレットペーパーに油を注いで火を放ったんだ。これにより、山岡さんはお亡くなりになったぜ。他の住人は無事だったの？第二の現場となった竹株の住宅は、軽量鉄骨造り2階建てで6室ずつ、間取りは 3K で当時満室であり、16名が居住していたが、幸い無事だった。ただ、竹株の部屋と隣室の計2部屋が全焼し、消火活動による水損でアパートは解体を余儀なくされたぜ。再建したとしてもそういう現場であるし、入居者が見込めないだろうね。
本当にいい迷惑だわ。その後は先ほども言った通り、山岡さんの運転免許証を使って福岡市内のインターネットカフェを利用していたぜ。また、竹株の口座から約25万円が2回に分けて引き出されていたことが確認されているんだ。これは計画的と言えるよね？そうだな。竹株は自分と同じ身長の男の命を奪い、自宅に火を放つことによって、体が竹株自身である装うと計画したんだ。また、山岡さんの運転免許証とスマートフォンを盗んだ理由は、本当の身元が発覚しないまま、竹株が山岡さんに成り代わって生きていくためであったと述べているぜ。けど、体は山岡さんのものと発覚するし、車には証拠だらけだし、穴だらけの計画だよね。しかも出頭してきた時の所持品はナタと現金40円であり、ナタには山岡さんの血痕が残っていたようだぜ。山岡さんとして生きていくのは無理と判断して出頭したのかな？竹株は取り調べに対して何か責任を取らなくてはいけないというようなことを話していた様だぜ。自供書では犯行の計画と準備、具体的な状況を心境も織り交ぜながら詳細に供述しており、実際に体験していなければ到底語り得ない内容となっていたそうだな。知らない人の命を奪ったんだから、責任を取るのは当たり前よ。竹株にはどんな判決が下されたの？では裁判の様子について見ていこう。まず初公判にて認否を問われた竹株は黙秘します。と一言だけ口にし、弁護人は無罪を主張したんだ。これには山岡さんの遺族もブチ切れじゃない？当然だ。山岡さんの父親は何が黙秘するのと怒りをあらわにした。だが結局、法廷で竹株が声を発したのは名前と年齢、本籍と住所、そして職業といった人定質問と、黙秘します。だけだったんだ。父親は閉廷後、竹株、こっち向いて謝れ。と叫んだが、裁判長がすぐにたしなめたぜ。遺族の怒りはごもっともだわ。だけど何の恨みも罪もない人の命を奪っておいて、謝罪も口にしないなんて、これは極刑でもおかしくないわ。竹株に下された判決は？竹株には無期懲役が下された。無期懲役でも足りない気はするけど。竹株は裁判中黙秘を続けたものだから、控訴はないものと考えられていた。だがまさかの控訴審が行われたんだ。黙秘をやめて何か新しい事実を告白する気になったのかしら？いや、控訴審でも結局竹株は何も語らないままだ。結果、控訴棄却となっているぜ。何それ？何のために控訴したんだろう？それについて竹株は口を開くことはないため謎のままだ。また、この本件の裁判では竹株が完全黙秘を貫いたために、その多くが推認であり、いくつかの謎が残されたままなんだぜ。どんな謎があったっていうの？その一つは動機だぜ。自分に見せかけて亡くならせることが目的地だったから、自分と同じくらいの身長なら誰でもよかったんじゃないの？それが山岡さんの体には複数の傷があったことで、相当恨みがある人間の仕業であると考えられるんだ。しかし竹株と山岡は顔見知りでもないし、面識がないという。このことからこのようなことに及んだのか？という疑問が残るぜ。もしかして2人には接点があった可能性もあるのね。また、竹株には犯罪を犯すような兆候が全く見られなかったんだ。本件の動機は他人への成り代わりだが、竹株は第一希望の会社に入社し、上司や同僚に恵まれ評価も高く、犯行の2日前には会社の人と麻雀をし、その翌日には妹の誕生日を祝っていたというんだ。また、マウンテンバイクの大会にエントリーして後日参加予定であり、警察の捜査でも事件当日に京都まで練習に行っていたことがわかっているぜ。普通にリア充な青年じゃない？とても誰かと入れ替わって人生をリセットしたいようには見えないわ。それに、とても誰かと入れ替わるような犯行とは思えないんだ。竹株は本件に使われた品々を同じホームセンターに2回入退店を繰り返して購入しているが、怪しまれないようにするなら複数の店舗で購入することを考えるはずだ。また、火のために給油ポンプで車のガソリンを抜こうとして失敗しているが、なぜ事件前に予行演習をしなかったのか。さらに血がついた車をアパートの駐車場に止めたまま逃走しているが、これでは事件性を隠しようがないのは明白だ。そうだよね。他人と入れ替わるなんてかなり緻密な計画が必要だもんね。竹株の犯行はどちらかというと、ただの愉快を目的にって感じだよね。それに竹株自身が山岡さんへの傷害容疑は間違いないと認めているが、火をつけたのと、命を奪ったことについては黙秘を貫いていたんだぜ。それは自分は火をつけていないし、命を奪ってはいないと主張しているのかしら？そう、竹株が山岡さんと入れ替わるための犯行にしては不自然であり、弁護側は竹株が誰かの指示によって本件を起こしたと主張したんだぜ。黒幕がいた可能性もあるってことね。
ただ、山岡さんを襲ったのは本人も認めていることであり、その理由については不明のままだ。裁判官も一連の犯行の明確な動機は認定できないとしているんだぜ。黙秘には何か言えない真実があるのかしら。誰かをかばっているとか。それも竹株が口を開かないことにはわからずしまいだ。山岡さんの兄は襲われ、火をつけられ、弟は二度命を奪われたようなもの。被告の黙秘で私たちはさらに辛い思いを強いられていると述べているぜ。竹株の黙秘は遺族にとって納得のいかないものだろうね。もし本件に何か隠された真実があるならば、遺族のためにも打ち明けてほしいわね。そうだな。本当にそれに尽きるぜ。では、今日はこの辺で終わりにするぜ。このチャンネルでは、日本で起きた行方不明、未解決、さらには不思議な話を解説するチャンネルになるので、興味ある方は登録の方よろしくです。また、海外の行方不明、不思議な話も解説する予定だから登録の方よろしくだ。またあまり知られていない悲劇についても解説したいので、何かそういう悲劇を知ってる方はコメントで教えてくれだぜ。では、今日はここで終わるとしよう。ご視聴ありがとうございました。